こんにちは。本日は2018年アメリカ東部時間で、ただいま9月の10日です。ここはアメリカニューヨーク州ニューヨーク市内にありますところで、もう市内の一番ダウンタウン中心部のようなところといえばいいのかな。ここにこのようなものが建っておりますが、かつてここに世界貿易センタービル、この地区で言えば、アメリカの英語で言えば、ワールドトレードセンタービルが建っていたところだそうです。これが2001年の今からちょうど18年前、あと1日で18年目ということに、失礼、17年前に、ここに、テロリスト2台の飛行機がここに突っ込みまして、そして崩壊をしたということで、大変よく知られているところです。日本では同時多発テロというふうに呼んでいたと思いますけれど、今は911テロというふうに呼ぶことが多い。それなんでかっていうと、おそらく同時多発テロが他にも何度か発生したからだと思われます。同時多発テロが起こったのは私が3歳の時でして、私はイラク戦争の時はテレビの報道まで記憶にあるのですが、同時多発テロについての記憶はありません。ただイラク戦争が起こるかどうか、それぐらいの時に、テレビでですね、イラク戦争は起こった時から私一応テレビは見て覚えておりましたので、ギリギリその同時多発テロという言葉は、当時3歳だったと思いますが、テレビで盛んに言っていたのを覚えています。でも同時多発テロっていうのは、本来であればその時にもすでに思ったんですけど、特定のものを指すような言葉ではなくて、しか本当はもっと広範な同時多発テロというテロのその種類を指すものであるはずだから、だからそういう呼び方をするのは一体何なんだろうというふうに、そういうふうにね、当時3歳ながらに思っていたような記憶があります。なんか私の記憶違いではあるかもしれませんけれども、なんで同時多発テロっていう言い方をするんだろうと思いましたが、しかし、ここに立っていたツインタワーがものすごい勢いで崩壊して3000名を超す方が亡くなられたということは、私はよくその時は分かっておりませんでしたので、後々になって小学生ぐらいになってから、実際その同時多発テロと呼ばれているその事件が発生した時の様子を見て、映像で見て、あ、なるほど、これは確かにこのようなとんでもない大変な被害が出たのであれば、抽象的な同時多発テロという言い方でも、もうそれだけで日本人にその呼び名が伝わってしまうのだなと、何を指すのか分かってしまうのだなと、そのつまり大変抽象的な呼び名で具体的な一つの事件を表すということから、ここで起こったこと、それの重大さをまた改めて、再度認識した、そんなことがあります。ちょっと怖いな、少し下がってますけどね。ここにはその911テロ、ニューヨーク、アメリカでは911というそうですが、その9月11日に起こった同時多発テロについて、メモリアルミュージアムというものがありまして、私もそれを今から見学しに行こうと思っているわけです。これは実はこのニューヨークを訪れた最大の理由でもあるかな。エンパイアステートビルもニューヨークに行くなら欠かさず絶対登りたいと思っていたんですが、本来ニューヨークを訪れようと思った最大の理由はこれでした。そうでなければロンドンから直接帰ったかもしれない。数日前にニューヨーク市営地下鉄の貿易センタービル駅が、ちょっと何やら先ほどからね、救急車とか消防車とかがすごい勢いで走ってて、何やらちょっと大変なことがあったみたいですけれども、引き続き話を続けますが、ちょうど2日前だと思いますが、アメリカ時間の2日前、貿易センタービル駅が復活するということがありました。もともとこの貿易センタービルの下に地下鉄のニューヨーク市営地下鉄の駅があったのですが、その崩落と同時に機能停止となりまして、長らく仮設駅で別の場所で営業していたようですけれど、ちょうどこの2日前私も知らなかったのですが、営業再開したようです。さすがに場所が場所であり、また時期が時期でありますので、博物館の中でこのような勢いでずっと話すということはあまりふさわしくない行為だと思いますから、これから先は映像もしくは写真静止画の、スライドショーに私の解説をつけるような形で皆さんにお伝えできればいいかと思います。貿易センタービル駅を出まして、裏側に空がぽっかりと空いてしまった空間があります。
こちらはもともと貿易センタービルツインタワーが建っていたところ、現在貿易センタービルのツインタワーをまた別のところに改めて建設中でして、すでに1ワールドトレードセンタービルは完成をしております。もともとツインタワーの建っていたところはこのように深く掘り込まれ、また周りには日本人を含めた犠牲者すべての方の名前が掘り込まれています。明日9月11日の式典ではこのすべての方の名前を読み上げることになっているそうです。もともとツインタワーが建っていたところ、ここにこのように掘り込まれて、皆さんもご存知のように、こちらはグラウンドゼロと呼ばれたニューヨークの見るべき場所として紹介をされています。それでは911メモリアル、その博物館の中に入ってきました。どのようなことがあったのか展示をされているところです。上には貿易センタービルがあった当時その中でなされていたという、それと同じように万国旗が掲げられていました。これから先も基本的に英語での展示となりますが、音声ガイドの貸し出しが行われておりまして、なるべく日本語で理解できるところは日本語で説明してもらい、そして所要時間の短縮、つまり少しでも多くの情報をここから持ち帰りたいということです。このようにコンコースのロビーでは、じゃあ早速あちらにあるものはあれです、一つ一つ案内がなされていきます。今画面に映っておりますが、このオブジェ平和の玉というそうですが、これがもともと貿易センタービルの中に置いてあったそうです。これは実際に同じものではないようですが、同じものをこれでレプリカとして展示をされています。さて、その9月11日、2011年の9月11日は実によく晴れていたそうです。その衝突数分前の写真が展示されていましたが、空はもう真っ青、雲一つないような天気でした。そしてこの日は新学期の初め、子どもたちが学校へ行く初めの日であり、また新年度の初めでもあったんだそうです。9月始まりの文化ですから。2001年9月の11日に起こったことをもうちょっと詳しくお伝えしようと思います。まずアメリカの国内線4つの旅客機、これが全てハイジャックをされたというのが、まあ、そもそもの始まりです。そして一番最初、8時46分にアメリカン航空11便が貿易センタービル北棟に突入しました。そしてそれから、17分後になりますか、アメリカン航空では今度はユナイテッド航空の175便、こちらもワールドトレードセンターの南棟に突入したわけです。最初北棟に突入した時は事故だと思われていましたが、南棟に入った瞬間これはテロだということで確認をされたそうですが、その後それからおよそ30分後にアメリカワシントン州ダラスにあります国防総省ペンタゴン、こちらにアメリカン航空の77便がまた突入しました。旅客機が意図的に突入をされたその建物はつまりこれが3つというわけですが、もう一つ別の飛行機もハイジャックをされておりました。ユナイテッド航空93便です。こちらは10時3分にペンシルバニア州に墜落ということになっています。この飛行機はホワイトハウスもしくは、アメリカの議会に突入をするという計画だったようですが、乗客がハイジャックに気づき、みんなで巻き返しを図ったところ、ハイジャックをしたその犯人が意図的に航空機を墜落させた、そのような説明が一般的になされているようです。その地図による展示が終わりますと、奥に貿易センタービル当時1階だった部分が出てきます。この辺りから実際に当時被害を受けたような部分が展示をされていて、その様子を肌で感じることができるようになっています。エスカレーターを降り始めますと、すぐ左側にこのような階段があります。この階段は天井の階段でして、普通の人が降りることはできません。この階段を青函の階段と言いました。今さっき歩いていたところ、エスカレーターで降りているところですが、この降りているこの先の部分が貿易センタービル通常の地上としてなっていた場所です。こちらが地上の高さ、階段の上が貿易センタービルの1階ですが、貿易センタービルは地上よりも1段高いところに作られていたそうなので、その1階部分と地上部分を連絡するこのような階段となっていたわけです。そしてテロを受けた当時はだいたいこのような位置関係で実際にも人が降りていたようですけれども、エスカレーターなども停止していた当時、この階段を逃げ切ることができれば貿易センタービルの外に無事抜けられ、そして命もおそらくは大丈夫、もちろん例外はありますが、そのような場所だったそうです。つまり生と死の分かれ道でして、生還の階段と呼ばれています。先に攻撃されたのは北タワーでしたが、南タワーの方が被害が甚大で先に南棟が崩壊、それを南棟が崩壊する様子を見て北タワーの人たちも避難をかなり急いだといいます。崩壊した時点でもうビルの中にいた人はほとんど全員が亡くなり、また攻撃された階よりも上にいた方は結局逃げることはできず全員亡くなりました。またエレベーターの中にいた方も避難ができなかった、閉じ込められたためエレベーター失礼ビルの崩壊によって全員が亡くなったそうです。その崩壊の様子が凄まじいということはこちらのボックスコラムという展示を見ていただければわかります。
足元のところに、よく見ていただくと四角い箱がたくさん出てきているんですが、その四角い、まあ、円柱のようなもの、それが並んでいるのが貿易センタービルの独特の構造でありました。外側に柱を設けるという構造です。貿易センタービルが崩壊した当時はどこに建物があるのか全くわからなかったそうですが、その基礎部分、柱の折れてしまったその基礎部分が出てきたことによって、あ、ここが貿易センタービルの外側なのだということがようやく確認されるというありさまで、本当に崩壊の度合いは高かったようです。もちろんあの高いビルが全て潰れてしまったわけですから、それはとんでもない崩壊だったということはよくお分かりいただけると思います。1機目の飛行機がノースタワーに突入をした時、即座に消防士の方が出動されましたが、その消防士の方が到着したのと同時に今度南棟にまた別の飛行機が突入をするということになったそうです。消防士の方はエレベーターがほぼ停止しているような状態で、また上から降りてくる人とすれ違いながら40キロの荷物を背負い、かなり上の方まで登っていかれたそうです。その後ノースタワーもサウスタワーも両方とも崩壊するということになりましたので、その消防士の方はかなり多くの方が亡くなり、その崩壊によって実に349名の消防士の方が亡くなられました。そしてさらにこの貿易センタービルの建設に使われていたアスベスト、その影響でかなり多くの1400名を超える方に健康被害が出て、何名に1名とか、確か3名に1名とか、そのぐらいの高い割合だったと思いますが、それによって様々な被害が原因で亡くなられた方も非常に多かったそうです。こちらにある鉄骨は一番上の曲がっている部分に右から航空機が突入をしたようですが、逆にここまで行きますともうあまりにも現実離れした光景ですから、もはや恐ろしさなど感じなくなるもので、それだけ信じがたいことが起こったというわけです。その折れ曲がった鉄骨の模型がこちらにまた小さく展示をされていて、このような形で航空機が突入したのだということがはっきりとわかります。航空機のシルエットがビルにはっきりと浮かび上がっています。突入をしたのは95階のようですが、それよりも上の方は残念ながら先ほどお伝えしたように全員亡くなられたということです。貿易センタービルはニューヨーク一番のビルでした。観光の名所でもあったし、一大商業施設でもありました。世界一高いビルでした。間違いなく今回私がニューヨークを訪れた時にこの貿易センタービルが未だ建っていたならば一番上まで登っていたことでしょう。110階建て、5万人がこのビルで働いていました。ニューヨークの街の波は、まあ、確かに素晴らしいと思いますが、しかしここにあるこのツインタワーを携えたそのマンハッタンの景色と比べると、やはりどことなく今のニューヨークの街は物足りなく感じるものです。こちらにありますニューヨークを代表する世界的に有名な雑誌ニューヨーカー、これはおそらく10月号だと思われますが、そうかな、10月号というか、まあ、その時の翌週のものだと思いますが、週刊誌ですので、この時のこの立っているツインタワーが暗く塗られたブラックな表紙、これは大変有名なものです。おそらく東京スカイツリーとかアベノハルカスが破壊された時、それと同じようなその衝撃がアメリカのニューヨーク市民にも、またそしてアメリカ人全体にも全て重くのしかかったのではないかと思われます。日常に突如攻撃がなされる様子が原爆投下に非常に似ていると感じたものでした。明日は2018年9月の11日です。本日これよりも先のところでまだ撮影禁止の箇所がたくさんありましたので、そこで頑張って英語を読み取ってメモを取りまして、その様子をなるべく皆さん明日また9月の11日その瞬間をお伝えする動画にてご紹介したいと思いますが、ただしその9月の11日の動画は非常に制作に時間を要する見込みとなっておりまして、そう簡単に皆さんにご覧に入れられるかどうか分かりません。今回の海外旅行編、それが全て制作をし終えたその後に皆さんにご覧に入れることになるかもしれませんが、ぜひ時間のある時にゆっくり制作をいたしますので、その動画も見てワールドトレードセンターのその崩壊したその日の様子を皆さんにも知っていただけるといいと思いますし、また共有したいとも思います。まずは少なくともここまで。ご視聴ありがとうございました。